新宿ホワイトハウス2013年2月撮影新宿ホワイトハウスは1957年磯崎新の設計で新宿区百人町に建てられた吉村増信の住居券アトリエ白いモルタル塗りからホワイトハウスと呼ばれ1960年ネオダダの活動拠点となった日本を代表する世界的建築家磯崎新の象徴作である 1957年、吉村増信は、親の遺産をもとに、新宿区百人町に土地を購入。高校の先輩、磯崎新二住居券アトリエの設計を依頼。磯崎の設計図に基づいて、吉村は自力で建築した。白いモルタル塗りから、ホワイトハウスと呼ばれ、若い芸術家たちのたまり場となった。1960年3月、赤瀬川源平。 篠原牛尾とと共に、ネオダダイズム・オルガナイザーズを、ホワイトハウスで結成。同年4月、第1回ネオダダイズム・オルガナイザー展。同年7月、第2回ネオダダ展を、ホワイトハウスにて開催。ポスターには、革命芸術家のホワイトハウスと銘打った。同年9月、第3回ネオダダ展。開催1961年、吉村の結婚により、ネオダダは、蒸発。 1962年、吉村はホワイトハウスを売却、渡米した。その後、画家の宮田信也が居住。なお、現在は宮田家が所有している。2011年3月15日、吉村増信が死去。2013年4月、カフェとなっている。2021年2月、チンポンがアトリエとして使っている。ありがとうございます。